回の方からやると、ハイエースで酔う。これはまあ、ハイエースじゃなくて、今回マイクロバスの方でも酔った方がいました。これ改善策、酔い止め飲むぐらいですかね。で、あと疲労でちょっと後半、足元がおどつかないような感じになっちゃってたんですけど、まあこれはちょっとペース速くしてテンポよく、やればまあちょっとどうなるんですかね。それはね、発表の仕方としては実際にやったことを言ってもらえれば結構です。あ、実際にやったことを披露した時に皆さんはどうしたの？もう対策まあしてませんでした。これは耐えた後半は。そうですね、なんかで、増水はあんまり無茶なようなとこは行かないようにして、対処しました。うまくちょっと迂回するような感じして、あとこのフットエントラップメントっていうのは確か岩のとこに足がはまって動けなくなることだと思うんですけど、まあ、これはちょっと足元探るようにして対処しました。で、これ声が通らないっていうのは、なんかポーズ、これが丸でしたよね。これが、OK みたいな。で、これでペチってやると、あなたはいいですかっていう、そういう合図みたいなので、対処しました。で、あと足を滑らせて転ぶ、まあ、これはちょっと注意して いきました。で、巻くときに道を間違える。まあ、これはちょっと道をよく見てても、まあ、間違えちゃったりしてたので、まあ、そういう感じでした、これは。で、なんだ、岩で怪我。これも慎重に、うまく探りながら行きました。